高楽園競輪場は東京都文京区にかつて存在した競輪場である。以後はプールやローラースケート場として運営され、1988年から日本初の屋根付き野球場の東京ドームとなっている。この立地は江戸時代には水戸徳川家の屋敷の中屋敷の中であった。 屋敷の中に初代藩主の徳川吉封が庭園を作り、二大藩主の三国が完成させている。明治維新後は宮廷国陸軍に接収され、1870年から1935年までは東京方兵交渉が置かれていた。しかし、東京方兵交渉は1923年の関東大震災で甚大な被害を受け修復。 不可能ということで、1931年から築地、小倉へ移転が実施され、小倉兵器製造所が開設された。1933年10月、小倉兵器製造所は、小倉交渉となり、兵器製造所に加え宝具製造所、砲弾製造所を増設。1935年10月、東京交渉は、小倉交渉へ移転を完了した。 交渉跡地は、翌1936年に設立された、株式会社高楽園スタジアムに売却され、翌1937年9月、職業野球専用の新球場、高楽園球場が建造された。戦後、1948年に自転車競技法が交付され、自治大臣が指定する市町村は、 地方財政の健全化のため、公に競輪が開催できるようになったことで、福岡県小倉市で競輪が始まった。東京都も戦後の都の復興の一助にしようということで、1949年に東京都が主催し、高楽園球場に隣接する場所に、都内初の競輪場を開設。同年11月からレースを開催し、 一般の競輪レースより3人、多い12社立てで開催するユニークな経営方針を取り入れたことで人気を集めた。1950年に、ナルオ事件が発生、全国的に競輪の開催ができなくなると、同年12月4日から再開されるまでの期間、スタンドの一部が、ゴルフ練習場として開放された。ボールは2ダースで50円の料金設定で、 夜間照明も行われた。1958年1月の開催では、1開催の入場者数が約27万人を記録するなど、全国一の売り上げを誇った。また、コースの内側にはグラウンドが設置されており、オリンピック予選をはじめとするサッカー、日本代表の試合が開催されたり、ボクシングやプロレスの興行が行われ、1958年には、 全日本自動車賞が開かれたこともあった。しかし1967年に東京都知事に当選した三部良吉が東京都へのギャンブルは全面的に廃止する方針を固めることを明らかにしたことで、それにのっとって1972年10月26日に開催されたレースを最後に競輪の開催が廃止された。ちなみに京王角競輪場は 都営が廃止された後も、競輪の開催を、調布市などを周辺市に主催を移譲して開催している。競輪場としての使命を終えた。同施設は、高楽園球場を経営する、高楽園スタジアムによって、高楽園ジャンボプールとして改装され、場内にはスタンドを利用した、ゴルフ練習場も併設された。1986年にプールは廃止された。その後、 当地には1988年に日本初の屋根付き野球場である東京ドームが建設された。なお、東京ドームは将来的な競輪の開催を見越してフィールド内に組み立て式トラックが設営できるようあらかじめ設計されており過去には東京ドームで競輪のレースを復活させようとする動きもあった。しかし競輪の復活に対する文京区や周辺住民の 反対もあり、現在のところ実現できる見通しは立っていない。なお、かつては年に一度、東京ドームで、競輪、自転車競技のイベントが行われていたことがあり、この時は、実際に、トラックが設営された。このことから2016年、東京オリンピック構想において、自転車競技のトラックレース部門にてこのバンクの使用が、検討されたが、 開催時期などの関係から、大井不当中央海浜公園内に仮設の自転車競技場を設営する計画となった。なお、2020年東京オリンピックにおいては、招致段階から東京ドームは競技会場より外されている。ありがとうございます。